このトゲだけは、この後悔だけは清算したいのだ。ベアトリーチェに全てを返す。そして罪の許しを乞う。それだけが、それだけが私の最後の願いなのだ。碑文はおじい様が跡継ぎを選ぶために課した試験なのでは。うん、俺も最初はそう考えていたが、少し事情が違うかもしれねえ。この時点では私も試験だと思っていました。これは後宮金蔵の気まぐれなる跡継ぎ選びのゲームだと。違うのですか？この碑文は後宮金蔵と炉の上源氏の二人にしかわからぬある意味を持っていたのです。だからこれは運命なんかじゃない、必然だったのです。私はカボチャの馬車からガラスの靴まで全てを準備されたシンデレラに過ぎない。なるほどな。これは金蔵と源氏の茶番だったわけか。金蔵は分かっていたのです。そして源氏もまたこれがそのメッセージだと理解したのです。私には意味がさっぱり分かりません。おじい様は何を分かっていたのです？そして源氏さんはこの碑文と何の関係があるというのです？碑文は解かれたんじゃない、解かされたんだ。そしてベアトリーチェは真の復活を果たす。もしベアトリーチェが復活せずにいたならば、同じ1986年を迎えても事件は全く違っていたかもしれねえ。結局私は生まれたその時から運命の岐路においてはただの一度も私の意志では何の選択の権利も耐えられなかったのです。ああ、我こそは我にして我らなる。なれど我ら運命に抗えたる試しはただの一度もなし。我らなど所詮は渦に舞う木の葉も同じ。どのように舞おうとも渦に飲み込まれて消えるのみ。瞬間移動が得意なのはガープだね。序列第33位の大悪魔だよ。そんなのがお友達なんて、やっぱりペアとはすごいね。うん。なるほどな。大悪魔のガープか。よし、我が友よ。そなたはこれよりガープだ。ガープと名乗るがよい。やれやれ。やっと私に名前がついたのね。ずっと名無しだったから嬉しいわ。ではその調子で私にも名前を賜れますと光栄ですが、いつまでも家具頭だけでは味気がないというものです。マリア、こやつにも名付けを頼む。こやつも大悪魔でわらわに仕える執事のようなものだ。わらわの信頼できる部下であるぞ。おー、ロノウェイかな。序列第27位の大悪魔だよ。頼れる従者を与えてくれると言われてる。おや、これは奇遇ですが、私の分身である源氏の名字もロノウエ。ほう、これは確かに奇遇。なるほど、そなたにこれほどふさわしい名前はないようだな。よし、そなたの名はこれよりロノウエだ。
おお、名前で呼ばれることのなんと甘美なことか。素敵な名前を感謝します、マリア教。形がよりしろとなるように名前もまた強力なよりしろなの。異界の未知の存在は名前を与えるだけでもその魔力を大きく増すんだよ。だから名前は大事なの。うん、そうね、本当に名前は大事で素敵ね。えリア、これからは私のことはガープって呼んでね。ガープ、良い名ですね。心得ました。それから私の大切な名前を勝手に略さないように。ベアトリーチェの元へ導く者、ワルギリアですか。それも実にいい名前、お嬢様の師匠にふさわしいですが。ええ、とても気に入っていますよ。名前は命ですね。マリア、そなたのおかげでわらわの友人たちは名前を得た。心より感謝するぞ。うんうん、じゃあ今度はベートの番。マリアのお友達のウサギさんたちにもまた絵を描いてあげて、サクタロウみたいに。うんうん、よかろうぞ。その魔導書を貸すがよい。ウリュー、ベアとは絵がとっても上手だからとっても楽しみ。どんな絵になるの、どんな絵になるの。ウサギさんたち楽しみ。うんうんうん。森の音楽隊であったな。音楽隊、音楽隊。よしよし、こんな感じではどうか。名前も立派なよりしろであるか。味わい深い話であるな。よりしろとして姿はとても大事だけど、名前も負けないくらい大事なの。道理であるな。名も知らぬ者よりも名を知る者の方が強く印象に残るものだ。姿や名前だけじゃないよ。もっともっと深く知ることによって、それはとても強く存在することができるの。だからいろいろなことを考えてあげるの。例えばそれは朔太郎もであるか。うん、朔太郎は名前と姿だけじゃないよ。他にもいろいろあるの。ライオンの子であったな。朔太郎は草食ライオンだからお肉は食べないの。でも他のみんなからは肉食だと思われて怖がられてるの。でも朔太郎も怖がりだからお互いに怖がってるの。朔太郎はビビリなの。ウリュー、僕はお肉は食べないよ。怖くないライオンだよ。あ、肉食スズメだ。バサバサバサ。ウリュー、スズメ怖い。スズメは肉食ではないであろうが。朔太郎がビビリだからスズメが肉食だと信じてるの。スズメはどっかに行っちゃった。ウリュー、朔太郎はビビリだな。そんな怖がりじゃまた朔助や朔吉にお兄ちゃんは怖がりってバカにされちゃうよ。ウリュー、僕は怖がりじゃないよ。あ、スズメが戻ってきた。バサバサバサ。ひー、食べられる。さ、朔太郎は実に面白い。今出てきた朔助や朔吉というのは兄弟なのか。うん、お家で待ってる朔太郎の弟たちなの。朔助は朔太郎よりしっかりしてて、朔吉はとっても器用で何でもできるの。でもみんなとっても仲良しなんだよ。みんなマリアのベッドの上で仲良くしてるの。そなたのベッドの上はライオンだらけであるな。うん、だからマリアはベッドをライオンランドって呼んでるよ。ライオン以外にもいっぱい動物がいるけどね。うん、
ライオンランドですか。それは楽しそうですな。マリアの仲間たちは互いが互いと交流し合うことで、さらにその存在を強め合っている。見事な世界だわ。私たちももっと交流を深めた方が良いということですね。絆を深め合うことで私たちの存在も魔力ももっともっと強くなる。わらわたちももっともっと世界を広げようぞ。聞く限りマリアの世界はサクタロウやウサギたちだけでなく他にもまだまだいると見える。わらわたちも負けてはおれぬぞ。おやおや、負けてはおれぬぞとなると我らも眷属を増やしますか。黄金の蝶だけではどうにも面白みがない。あやつらは喋らぬからな。喋り騒ぎ内輪で喧嘩をするくらいに賑やかな眷属が欲しいぞ。そうね、私たちも賑やかな方がいいに決まってる。私たちはマリアージュ・ソルシエールで世界の広げ方と眷属の増やし方を学びました。今やどのような眷属を増やすもあなたの想像力次第。お嬢様、あれなどいかがです。先日ゴールドスミスの倉庫整理の折に見つけたあの物騒な道具の数々をより代にされては。おお、良いではないか。あのような物騒なより代より権限した眷属こそわらわにはふさわしいぞ。我らはどんどん増えるな、賑やかになるな。うん、新しいお友達がどんどん増えるの。これがマリアの魔法なの。そしてベアとはマリアのお友達に姿を与えることができる、育てることができる。マリアが産み、わらわが育てるか。うん、これぞマリアージュ・ソルシエールであるな。それにしてもウサギの耳はなかなかに難しい。ウサギたちの権限はなかなかに手間取るぞ。せっかくですから可愛くしてあげたいものですね。無論であるわ。それこそわらわの腕の見せ所であるぞ。
わらわは満たないのだ。ベラット、わらわの眷属たちは次々に世界を深め、その存在を深め満たしていくのに、わらわだけがいつまでも満たぬ。なぜ満たぬかは分かっているのだ。それは魔力が足りないからだよ。そうだな、魔力が足りないからであるな。かわいそうに、ベアトはまだ魔力が弱いからいろいろと不自由なんだね。早く取り戻したいものだな、かつての魔力。やっぱりあれをやらなくちゃいけないんだよ。あれとは何か。復活の儀式、肖像画の碑文の儀式だよ。あの碑文の謎を解けば、かつてわらわが金蔵に与えた莫大な黄金の隠し場所が知れよう。ベアトが魔法で生み出した黄金だよね。そうだ、魔力に満ち溢れし日の魔力の結晶である。じゃあその黄金を取り戻せば、ベアトの魔力は元に戻るんだね。そうなるかもしれぬな。なるよ。うん、やっぱりあれ。